部隊省特殊作戦軍は、メキシコ陸軍の特殊部隊。師団規模であり、独立したタイテロ一個旅団が別に存在する。旧省は、空挺特殊作戦軍。特殊作戦軍の隊員1986年、1986、FIFA ワールドカップを警備するために創設された。創設時に特殊武器やタイテロ作戦について、フランスの義軍イより訓練を受け、 また、1990年代になると、タイゲリラ、タイマ役作戦のため、米軍やイスラエル国防軍の特殊部隊からは、タイ監視、奇襲、特殊戦などに関する訓練、アメリカ陸軍米州学校からは、情報源への尋問法に関する指導を受けた。チアパスにおいて、サパティスタの反乱が発生すると、ギャフはサパティスタ国民解放軍との交戦に動員された。ギャフは、 数時間の戦闘でサッパティスタ側に多数の犠牲者を出させ、最終的にサッパティスタを急戦に追い込んだ。2000年代以降の現在、ギャフはメキシコ麻薬戦争の任務に参加し、多数の麻薬組織幹部の確保に成功している。即応特殊作戦部隊は、タイテロ作戦のために創設され、100人程度の隊員が所属している。当該部隊は、 ガルフカルテルの幹部教えるカルデナスギリエンやシナロアカルテルの首領ハビール・トレス・フェリクスなどの逮捕実績で知られる。1990年後半、ギャフ士官のアルトゥー・ログスマンでセナがワイロを受け取っていた教えるカルデナスギリエンの施設軍隊設立の依頼に応じてギャフ隊員を中心としたメキシコ軍元兵士によるロス、セタスを結成するという事件が発生した。高度な戦闘。 情報収集に関する技能を持つロスセタスは後に、ガルフカルテルなどと対立し、勢力を拡大させていった。現在、ギャフ隊員を含めたセタス創設時メンバーは、全員が逮捕、殺害されているが、彼らに指導を受けた者たちが独立した麻薬組織を作り暗躍している。ありがとうございます。